にちは、ビーガンレストランアイソフオーナーの白井由紀です。このチャンネルではお肉、お魚、乳製品、卵、蜂蜜などを使っていないレシピやグルテンフリーレシピ、そしてオンラインショップの新商品やお店のことを発信しています。今回はビーガンカキフライを作ってみたいと思います。YouTube をご覧いただいてます視聴者様からコメントいただきまして、シーフードのビーガンの何かお惣菜をということで考えまして、今回はカキフライを作ってみたいと思います。コメントいただけてすごく嬉しいです。それでは早速作っていきましょう。それでは材料のご説明をしていきます。こちらが木綿豆腐、もうすでにですねキッチンペーパーでくるんで30分ほど水切りがしてあります。パン粉、舞茸、海苔、青のり、味噌、オリーブオイルです。では最初に味噌とオリーブオイルをボウルの中で混ぜ合わせておきます。このままちょっと味付けのために入れるんですけれども、このままだと味噌が固まってしまうので先にオリーブオイルと混ぜて伸ばしておきます。それでは先ほどの味噌とオリーブオイルの中に水切りした木綿豆腐をちぎってですね入れていきます。豆腐をすべて入れましたら味噌とこちら豆腐が均等に混ざりますようにヘラで混ぜていきます。だいたいお味噌がこう馴染んできましたら、ここで青のりを振り入れます。次に海苔なんですけども、海苔はこれぐらい小さくちぎってですね加えていきます。海苔が入りましたらまたヘラで均等に混ぜていきます。ポイントとしてはよく混ざりすぎても良くないというか、少しこうやって豆腐のゴロゴロ感が残っていた方が、牡蠣のお口の中に入れた時のプリッと感が表現できると思いますので、ざっくりと混ぜましょう。混ざりましたらここでちょっと味見をしていただいて、ちょっと塩味が足りないなと思えばですね、塩をひとつまみ私はちょっと加えますね。好みで加えてみてください。こちら舞茸をですね、牡蠣フライの一口の大きさぐらい、こんな感じですねの大きさにちぎっていきます。舞茸このように小さくしましたので、この舞茸に先ほど細かくちぎりました豆腐を、ハンバーグみたいな要領でこんな感じで、カキフライの大きさをイメージしてですね、こんな感じでくっつけていきます。もしですね木綿豆腐の水気が多い場合は、米粉をこの中にちょっと追加していただいて固まりやすいようにしてみてください。とりあえず今はこれでつきそうですね。フライにパン粉をつけていきたいと思います。豆腐なのですごくポロポロ取れやすいかと思いますので、そーっと慎重につけていただけたらと思います。こんな感じですね。間から海苔が見えて牡蠣っぽい感じになってるかなと思います。パン粉がこんな感じでつきました。それでは、ビーガン牡蠣フライを、お好きな油で揚げていきます。油を熱していきます。油の温度は、180度ぐらいになるまで少し待ちましょう。はい、油が温まってきましたので、パン粉などちょっと入れてみていただいて、あ、いい感じで温度上がってきていると思いますので、早速、フライを入れていきたいと思います。よいしょ、こんな感じで、もうちょっと、わーすごい、こんがりきつね色になるまで揚げていきましょう。カキフライの付け合わせにタルタルソースを作っていきたいと思います。ピクルスを刻んでタルタルソースに入れようと思うんですけれども、ご自宅に生玉ねぎとかあるかと思うんですけれども、それをみじん切りにしていただいて水でさらして使っていただいてもいいかと思います。先ほど刻んだピクルスをビーガンマヨネーズに入れていきます。このマヨネーズは以前動画で揚げましたマヨネーズとちょっとレシピが変わってまして、改良されてますので動画で、揚げていきたいと思いますので楽しみにしててください。ではピクルスを混ぜていきます。
こんな感じで混ざれば OK です。はい、できました。すごい、見てみてください。すごい、これもう牡蠣にしか見えませんでは早速試食していきたいと思います。いただきます。熱いけどすごく美味しいです。磯の香りがお口に入れたらふわっとなって、海苔、青のりの磯だと思うんですけど、あと舞茸のシャキシャキ感で、なんかもうこうプリッとしてるというか美味しいです。あとまあタルタルがあると、私もタルタル大好きなんで、タルタルがめちゃめちゃ美味しいです。マヨネーズ、ぜひ楽しみにしててください。美味しい。今日は、ビーガンカキフライを作ってみました。この料理のポイントなんですけれども、揚げる時にやっぱり崩れやすいので、そーっと油に入れたらもうあまりかき混ぜない、触ってしまうと中でポロポロっと崩壊してしまうので、特に舞茸が余ったちょっとバラバラになっているものを寄せ集めたものもやっぱり出ちゃうんですけど、それを入れた場合はですね、鍋の中で割れてしまうことがありますので、そーっと揚げていくっていうこと。あと、お口の中に入れた時に海苔が際立ってですね、磯感があるのがカキフライらしいところなんですけど、もうちょっと磯の香りを楽しみたいなっていう時は岩海苔とかを具材にあらかじめ入れておくと、もうちょっと香りが立って面白いおかずになるかなと思います。この動画の概要欄にレシピを載せてますので、ぜひ参考になさってください。こんなレシピが知りたいとか、いろいろビーガンで作ってみたいっていうのがあれば、ぜひコメントでお寄せいただけましたらありがたいです。コメントを見ていろいろ考えて動画作ってますので、ぜひお寄せいただけたら嬉しいです。またチャンネル登録や高評価ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。コメント待ってます。